島左近のもたらした情報により孫権が捕らわれている場所を孫策は知ることができた。左近が孫策のもとに来たのが反乱軍を率いる織田信長の指図と知り、孫策は恩を返しておくことにした。信長の妻濃姫が兼業場でオロチ軍に捕らわれている。孫策は両毛太子次良に濃姫救出の任を与えた。殿とお見受けする。義により助けに参った。退屈してたところよ。楽しませてくれるかしら。変わったお方だと聞いていたが、想像以上だ。肝の座った姫様だ。さあ行こう。捕虜が脱走するぞ。出会え出会え。俺の攻撃かわせるか。我が勝機試す時。痛い目に遭いたいか。俺が相手になるぜ。さあ全力で来るがいい。気づかれたか。戦いは避けられんな。悪くないよ。ちょうど退屈してたの。敵も大げさね。私一人のため。しかし援軍が来ると厄介だ。伝令を止めれば。わしが相手では不足か。伝令、援軍を要請に組んで急げ。伝令の数が減ってきたので、もっと楽しませ。ハッ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 。確かに美しい女だ。わしのそばに参れ。残念ね。あなたとは住む世界が違うぞ。気味悪いやつだ。黙ってくれる。主治肉林の暴君か。この場は消えてもらう。なんじゃこの無才男に用はないぞ。伝令が少なくなってきたら手応えがなくて退屈。俺に任せろ。ひとまず撤退だ。敵敵手打ち取った。素晴らしいですね。これはどうにもならぬ。敵将討ち取ったり。凄まじい働きだな。脱走を企てた愚かしい人はどこかしら。
素晴らしいですね。死の調べをお望みかしら。貴様らごめんなれ。誰も来ておらんか。ああよい、脱走者などわし一人で十分よ。バカめ、貴様とわしとは器が違うわ。無性に腹が立ちますわ。撤収、撃ち取ったり。素晴らしいですね。撤収、撃ち取ったり。凄まじい働きだな。邪魔立てせねば見逃してやるが。バカめ、それはこっちのセリフじゃ。君は幾分脆弱です。撤収、撃ち取ったり。素晴らしいですね。お前もノードルのイロカに誘われてきたか。バカめ、それはこっちのセリフじゃ。オロチの器を返せぬ奴などどこへでも行くがよい。敵将討ち取ったれ。凄まじい働きだな。よし、簡単なく打ち込め。敵将が残っているわ。もう少し楽しみましょう。わしが戦う相手ではないわい。敵将討ち取ったれ。素晴らしいですね。我々も敵軍を砕くぞ。久々に強敵と会えたわ。敵軍撃ち取った。素晴らしい働きだな。なんと激しい女か。それをわしの前にひざまずかせてくれるわ。敵士打ち取った。素晴らしいですね。全て倒したようだな。もう大丈夫だ。少々手こずったが無事に済んだようだな。頼もしいのね。好きよ、強い人って。さあ、孫作さんの本陣に案内してくれる？